2006年の受賞式の様子。左側二人目からアンドルー・ロイド・ウェーバー、スティーブン・スピルバーグ、ドリー・パートン、ズービン・メータ、スモーキー・ロビンソン、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領、ローラ・ブッシュ大統領夫人、リック・チェーニー副大統領、リン・チェーニー副大統領夫人、ケネディ・センター・ム・エイオ賞は、舞台芸術を通じて、アメリカ文化に生涯にわたって貢献した人に、贈られる賞である。 1978年から毎年開催されており、毎年12月にワシントン DC のジョン F ケネディセンター下劇場で受賞式が行われる。劇作家、映画プロデューサーのジョージ・スティーブンス・ジュニアがダンサーのニック・バノフと共に創設し、1978年に第一回の受賞式を開催した。スティーブンスは2014年まで受賞式のプロデューサー兼共同脚本家として、 活動していたが、その後、ケネディセンターに制作権を売却した。この賞は、1977年に、アメリカンフィルムインスティチュートの設立10周年を記念して始まった。ケネディセンターの創立会長である、ロジャー・エール・スティーブンスは、AFI の創立会長である、ジョージ・スティーブンス・ジュニアに、同センターのためのイベントを開催してほしいと依頼した。ジョージ・スティーブンス・ジュニアは、 アイザックスターンに声をかけ、テレビ局の CBS に売り込み、CBS が放映権を買い取った。第1回の受賞者と、その受賞式開催の発表において、CBS の特番担当副社長のバーニー・ソフロンスキーは次のように述べた。ジョージがこの話を持ちかけてきました。私たちがこれに興味を持ったのは、この種の賞が唯一であるということです。 ヨーロッパをはじめとする多くの国には俳優やスポーツ選手を称える賞があります。イギリスでは女王のために午前上演が行われます。私たちは社会に貢献した人は国を挙げて表彰するべきだと考えています。たまたまその時にポップレコードがヒットした人ではなく、私たちの意図は単に受賞式を開催するだけではありません。 本当の意味での特別なものを作るために努力することです。1978年の第1回受賞式の司会者はレナード・バーンスタイン。1979年の第2回ではエリック・セバライド。1980年の第3回ではビバリー・シルズだった。1981年から2002年まではウォルター・クロン・カイト。2003年から2012年までは キャロライン・ケネディが司会を務めた。2013年には、グレン・クローズ。2014年から2016年までは、スティーブン・コルベアが司会を務めた。2017年には正式な司会者はいなかったが、キャロライン・ケネディが受賞者を紹介した。2018年と2020年には、グロリア・エステファン。2019年には、LL ・クール・ J が司会を務めた。2014年に、 ジョージ・スティーブンス・ジュニアがエグゼクティブプロデューサーを退任した後、2015年からはリッキー・キルシュナーとグレン・ウェイスが同職に就任した。この賞は受賞式の様子が生中継されない数少ない賞である。通常、クリスマスから新年の間に約2時間に編集されたものが CBS で放送される。2020年の受賞式は、 新型コロナウイルス感染拡大のために延期され、2021年3月に行われることが発表された。その後、再延期されて5月17日から5月22日の間に開催され、2021年6月6日に放送された。ケネディセンターでは、この賞の受賞者の推薦のために、同センターの評議員2名と過去の受賞者や著名なアーティストで構成される。 指紋委員会を設置している。受賞者の推薦は一般からも受け付けている。評議委員会の執行委員会は音楽、ダンス、演劇、オペラ、映画、テレビのいずれかの分野における優れた業績に基づいて受賞者を選出する。選考結果は通常7月から9月の間に発表される。受賞式典は週末の2日間にわたって行われ。 招待者のみが参加できる。受賞式典には、理事長の昼食会、国務省の晩餐会、ホワイトハウスのレセプション、そしてケネディセンターでの柄公演と夕食会が含まれる。土曜日にケネディセンターで開催される昼食会では、受賞者を囲んで、理事長が歓迎のスピーチを行う。その日の夜、 国務省で開催されるレセプションと晩餐会では国務長官の司会の下で受賞者が紹介され理事長から賞のメダルが授与される。賞のメダルには幅の広い虹色の帯が付けられており受賞者の首にかけられイベントがテレビで放映される際には目立つようになっているがこれはクリエイターのイワン・チェルマイエフによると舞台芸術における 様々な技能のスペクトラムを象徴している。日曜日の夕方には大統領とファーストレディが主催するホワイトハウスでのレセプションが行われ、その夜にケネディセンターでの受賞者のガラ公演と夕食会が行われる。2015年にはバラク・オバマ大統領が生中継で国民に向けて演説した後にガラ公演に出席した。2017年以前には 大統領がガラ公演に出席しなかったことが4回あった。ジミー・カーター大統領は、人質事件のあった1979年12月のガラ公演を、ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領は1989年12月のガラ公演を、ビル・クリントン大統領は1994年のガラ公演をそれぞれ欠席した。2017年8月19日、 ホワイトハウスは、ドナルド・トランプ大統領とファーストレディのメラニア、トランプが受賞者が政治的な妨げを受けずにお祝いできるようにするため、2017年のケネディ・センター名誉賞の受賞者を称えるイベントに参加しないことを決定したと発表した。2017年の受賞式は、大統領夫妻の出席なしに12月3日に開催され、キャロライン・ケネディが司会を務め、 受賞者を紹介した。受賞式前の土曜日の夜に行われる国務省での晩餐会は、レックス・ティラーソン国務長官が主催し、ホワイトハウスでのレセプションは開催されなかった。トランプ大統領夫妻は2018年、2019年の受賞式典にも参加しなかった。2005年の受賞式にて、左からジュリー・ハリス、ロバート・レッドフォード、ティナ・ターナー、 スザンヌ・ファレル、トニー・ベネット、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領、ローラ・ブッシュ大統領夫人2012年に受賞した、レッド・ツェッペリンの存命メンバーとバラク・オバマ大統領、この賞は大半は個人に授与されている。1985年以降、デュオやグループに授与されたことが11回あり、その中には俳優である3組の夫婦が含まれている。ヒューム・クローニンとジェシカ・タンディ。 ポール・ニューマンとジョアン・ウッドワード、オジー・デイビスとルビー・ディーである。ダンサーでは、ニコラス・ブラザーズが受賞している。ミュージカルの作詞作曲において、アラン・ジェイ・ラーナーとフレデリック・ロー、ベティ・コムデント・アドルフ・グリーン、フレッド・エブとジョン・カンダーの3組が、音楽グループでは、ザ・フー、レッド・チェッペリン、イーグルス、アース・ウィンド・アンド・ファイヤーの4組が受賞している。1998年に、 ビル・コスビーに贈られた賞は、性的暴行の有罪判決を受けて、2018年に取り消された。2018年には、カテゴリーを超えた変革的な作品を生み出した、先駆的なクリエイターに贈られる賞が創設され、ミュージカル、ハミルトンのクリエイターである、リンマニュエール・ミランダ、トーマス・カイル、アンディ・ブランケンビューラー、アレックス・ラカモアの4人に贈られた。 2019年にはセサミストリートに対して賞が贈られ、初のテレビ番組に対する受賞となった。この番組の共同創設者であるジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットが同番組のすべてのクリエイターを代表して賞を受け取った。2009年の受賞式。左からミシェル・オバマ大統領夫人、メル・ブルックス、デーブ・ブルーベック、グレース・バンブリー、ロバート・デニーロ、 ブルース・スプリングスティーン、バラク・オバマ大統領ピアニストのウラディミール・ホロビッツが受賞する予定だったが、ホロビッツが午後4時に一人で受賞することを条件にしたため、選考委員会は受賞を撤回した。女優のキャサリン・ヘップバーンは最初の受賞は辞退したが、1990年には承諾した。ドリス・デイは 飛行機恐怖症のために受賞式に出席できないとして何度も辞退した。1987年にアービング・バーリンを見落としているという批判があったため、彼への受賞を検討していたところ、100歳の誕生日以降に受賞したいというバーリンの意向がケネディセンターに知らされた。また、バーリンは脳卒中の後遺症で体調が悪く、車椅子を使用しており、 公の場に出ることができなかった。ケネディセンターは1987年の柄で彼に特別な賛辞を捧げることにした。バーリンは1989年9月に101歳で亡くなった。ポール・マッカートニーは2002年に受賞者に選ばれたが、いとこの結婚式を予定していたという避けられない個人的な義務のために出席できなかった。ケネディセンターは当初、 マッカートニーの受賞は翌年に延期されるとしていたが2003年8月にマッカートニーに賞は与えないと発表した。マッカートニーはその後2010年に受賞した。メル・ブルックスはジョージ・ W ・ブッシュの在任中に受賞者に選ばれたがブッシュのイラク政策に嫌悪感を抱いていたために受賞を拒否した。ブルックスはバラク・オバマが大統領になった。 最初の年である2009年にこの賞を受賞している。イーグルスは2015年の受賞者に選ばれていたが、受賞式の1ヶ月前、グレンフライが腸の病気で大手術を受け、長い回復期間が必要となったため、受賞が翌年に延期された。2015年の受賞式では、カントリー歌手のミランダ・ランバートが、ならず者を対本来この年に受賞するはずだったイーグルスを称えた。 フライは2016年1月18日に亡くなったが、ケネディセンターは彼と生き残った3人のメンバーを2016年の受賞者に選出した。2017年の受賞者のノーマンリアは受賞はするが、ホワイトハウスでの式典をボイコットすると発表した。その理由として、ドナルド・トランプ大統領が全米人文科学基金と全米芸術基金の廃止を提案していることを挙げた。 トランプ大統領夫妻は栄誉ある人々が政治的な妨げを受けずにお祝いできるようにとの理由で大統領夫妻としては初めてこの賞のイベントを欠席することを発表し、この年のホワイトハウスでの式典は行われなかった。ありがとうございます。